何これ、なんただのデートじゃん。あつとちあちです。りっちゃんです。ちあちに問題です。はい、今回はこれをね使ってあるものを作ろうと思ってるんですけども、何を作るでしょうか。魚雷プリンでしょ。プリンはこの間作ってたじゃん。わかんない。正解は、うん、巨大パフェでした。パフェ、うん、すごい巨大になるじゃん。はい、ということで早速材料はこちら。コーンフレーク、スポンジケーキ、ヨーグルト、アイス、ポッキー、ホイップクリーム、プリン、いちご、チョコソース、以上です。じゃあまずは、はい、コーンフレークかな。おお。じゃあ次は、そう、ヨーグルトかな。ヨーグルトだな。へぇ、最初から知るわ。次どうしようかな。うん、スポンジケーキ挟んどっか。挟んどっか。挟んどっか。なんでもお前の好きなようにしやがれ。全然いいな。あ、おいしい。おいしい。コアラさんの感じ。あー、かわいい。えぇ、ネガネガネ、コアラさん。次何がしようかな。アイス、中間アイス持ってく。あー、アイス屋さんみたい。いらっしゃいませ。アイス2つください。ないんですよ。はい、いちごあるけど、いちご入れてみる。リリー、そんな入れすんなって。そうだよね。ちょっと待って、これってめっちゃ良くない、これ。ほらほら、わー、お粉まくりだね。はい、すごいじゃん。すごい、楽しそう。コーンフレークそろそろまた行くか。オーケー。うわやっとこれが埋まったね。埋まった。じゃあここでプリン行っちゃおうか。プリン真ん中に。よっしゃ、 Here we go。 着地。イエーイ。はい、ということで、はい、巨大パフェの完成。じゃあせっかく作ったからね、早速食べていこうか。食べていきましょう。いただきます。いただきます。まずは、あ、すごいパフェっぽい。いちごうまっ。何これ、なんただのデートじゃん。巨大パフェデート、こうやって、ね、おいしいね、おいしいね、あーんとかやるんでしょこれ。あ、意外といけそうじゃない。うん、結構きついなと思ったけど、きついかなと思った。全然いける。あと、まだプリンいるもん。え、嘘。ほらプリンきついな。プリンきついよ。プリンきついな。いやいやいや、で、横は鳥がです。ちょうどいい。鳥がです。なにこれ。うん、苦い。苦いけど、今ちょうどいいかも。中和って感じ。うん、それは絶対さ、もうさ、ダメだよ。すごい終わりたくなっちゃうから。もうダメだ、終わっちゃうから。もうよっち、よっち、こ、一回これ飲んでな。うまっ。あいつ、これ次一回飲んでな。ちょっと待って、これマジで染みるうまさだわ。これ今飲んだらやばいやつだぞ、これ。うわ、苦っ。まあなんか、心地よい苦さだね。そうだね。うん、いい、なんだろ、刺激みたいな。そうそうそう。あ、苦っ。めっちゃ甘いやん、これ。ヨーグルトだとすげえ甘いよ、これ。きつくない？結構、もうやばいと思う。やばい。うん、最後の一口、いただきます。いただきます。完食。改めて見るとやばいもんね、これ。うん、ちょっとこれ2人にしては多かったね。多すぎるわ。はい、ということでね、まあ、今回オリジナルパフェを作ったんですけども、こんなに大きいのを作るんだったら、もっとみんなでね、何人もで食べた方がもう楽しいかもね。美味しく終われるね。そう、ということで、この動画面白かった、美味しそうと思ったら高評価やコメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。チャンネル